という感じで、なんか岩山の上に登ってきたんですけど、まあ、テニスコートがあったりグランドがあったりスポーツ系の公園かな、まずはその奥に哲学堂っていうのがあるらしいんですけど、まだちょっと見えないですね。あまりに広すぎるのかな、謎。あった、これ哲学、はあ、読めないな、哲学わかんない、いや入りにくさはあるね。なんだここは。ということで、今回は哲学堂公園という気になるスポットにやってきております。地図がね、いろいろありまして、こう番号が振り当てられてます。この番号はこういう名前ですよと。でその名前がね、こっちにずらっと書いてあるんですけど、いや全部むず、全部読めへん。あら、猫ちゃんがお出迎えかな。こっちへどうぞと言わんばかりに歩いてってくれてますけど、こっちは何があるんだろう。何そっち、いやいやいや、鬼太郎の世界の話やん。連れてってくれるっていうやつ、猫ちゃんが。これ何、何かのもん。常識もん。じゃあちょっと僕は入れないか。いやこら、いやあるある常識。すごいの見つけました、妖怪門。左右それぞれ幽霊と天狗の木像を収めている。こっちが天狗いるんかな。うわいる、奥に。ということは左の方が、うわ幽霊って書いてある。うわいる、怖。いやこれ薄暗なったら超怖いじゃん。これが妖怪も。ちょっと森みたいなところにやってきました。森や、ありゃ、なんだありゃ、なんだありゃ、なんか人みたいなのがたくさん奥の方に。行けるのかな、あっちの方は。よいしょ、気をつけて。森だ、森、すごい。謎が多すぎる、哲学堂。癒しだなこれは。すげえにっこり笑ってるじゃん。癒しスポット。ここ行くか。来た、さっき見えた謎の人だらけのとこ。何これ、何やってんの。なんか神様みたいな人たち。いや一人土下座、土下座してない？これ土下座？もの？いや土下座でしょこれ。半沢直樹やん。この人、この人は何？
エクナトン。いや、名前、名前かな。いや、もうわからなすぎる。結構お散歩されてる人もいるんすね。これは、あ、釈迦でーす。あった、釈迦でーすよ。なんだろうな、ここは。やっぱ哲学は僕にはわかんないや。この人足細、足細い。ダルシムみたい。ヨゴファイヤーの、いや、ダルシムみたいやで。いや、でもきっと偉い人なんやろな。いや、絶対偉い人やわ。足細、美脚やな。誰だろう、知ってる人かな。あ、ガンジーや。この人かい。この人ガンジーさんか。へえ。ダルシムって言っちゃった。ということで、哲学堂公園というところに行ってきました。いや、もうね、わからなさすぎて楽しかったです。全くわからないんですけど、まあ、強いて言うなら妖怪のところはちょっとドキドキしましたが、あとね、猫ちゃんの案内なんかもあったりして、なかなか刺激的。やっぱり知らないところに行くっていうのはとっても刺激になって気持ちは上がりますね、はい、でかなり巨大な公園なので、ウォーキングされてる方とか普通にお弁当食べたりしている方とかもいらっしゃるので、まあまあまあ、そんなに敷居の高い場所ではないんだなということが分かりました。こちらの公園、期間が決められて開園していたり、何時までですよというのがあるので、まあ、もし興味ある方は、そちらの方チェックしてブラブラとしに来てみてはいかがでしょう。